はい、新宿到着です。じゃあ新宿から次は代々木ですね。代々木に向かいます。ライオン新宿ね。よしよしよし、新宿から代々木もすぐですね。すぐ着いちゃいます。さあ行きましょう。よし、全員やってるじゃん。よし、うわー、なんだこれ、すごい。ドコモのなんかビルっすね。代々木です。よし、これはい、代々木です。次は原宿行きます。よいしょ。おー、あ、そう、古そうですね。あ、すごいな、これ。なんかすごい静かなところに出ましたね。こっちはなんか表参道になるのかな。ね、ちょっと裏路地から行ってます。よし、この辺は千駄ヶ谷ですね。結構お金持ちの方が結構住んでるとこですね。よし、よし、あれが山手線だね。もうちょいで原宿着きますね。ちょっとね、疲れてきたんでね、ちょっと口数がちょっと少なくなってきてます。よいしょ。山手線、よし、あともうすぐですね、原宿は。よし、原宿に到着します。あそこは竹下通りですね。よいしょ。はい、原宿です。次は渋谷行きます。渋谷に向かいます。では原宿から渋谷行くんですけど、このせっかく来たんで竹下通りね、これ通っていきます。杉谷貯金アプリ、じゃあ原宿ポイント貯めるのも見るのもスマホで、よし、行きましょう。クーポンも、よし、行きましょう。すごい。よし、次回は原宿駅から渋谷駅を歩きます。以上です。ありがとうございました。またお会いしましょう。